では4936行から37行、これはあの MS-DOS という非常に30年前のパソコンで、初期入力を行ってますので、こういうふうに2行1行 に、した場合こんなふうな表示になっています。これは行番号は通し番号ですので崩せません。字は神仏にロスこれは未知数と読んでも良いのですが、あのタクロで、上流語の対がありますので、そのためにここロスと読むんです。ですから頭の中で未知数と読んで、これが、タクロの片割れのロであるということが分かっていればいいです。字は神仏に、未知数あるいはロス、しかして今は東宮の天をなす。この東宮がまた東と宮で当たるものと合うもの、必然的に当たるものとそれに遭遇するものという意味があります。でこれは天命東宮という語がありまして、これも上理の語です。天は当たり、命は合う、遭遇する。どういうことかと言いますと、この場合の天というのは必然性のことを言います。同じ天でも、場を意味する天とか、空を意味する天、人間の頭も天ですね。それから、ここの場合の天、天は当たるの天は必然性を当たるですから、必然性を天という。それから超越性も天と言いますね。先見性とかね、先天性とかいうのも天という。だから天にもいろんな意味があります。東宮の天をなす。宮は天命ですから、天と命と書くで、命というのは必然性に合う側。どういうことかと言いますと、朝日が昇れば目を覚ます。で日が昇るというのはもう必然的なんですね。朝が来るというのは必然です。朝が来ないということはないですね。で朝が来たら目を覚ますんです。これは必然なんですよね。でその必然性に、遭遇する側を命という。大体生命のあるものが主体ですね。だから春が来れば草木が芽吹く。春が来るというのは必然です。必ず来ます。そうすると草木が芽吹くと、こういう関係が自然界にはありますよと。春夏秋冬というのはこれはもう必然的な必然的に来るものですね。それによって、我々の生活というか生命の世界というのは変わっていくわけで、そういうのを天命東宮という。天灯明宮とも言います。天あたり、明宮数、で東宮の天をなす。でここの天は今は東宮の天だから、天命の天ではないんです。今という時間が天をなしていると。今でないところがないから、今というなんて言うんですかね、現在というドームにすっぽり包まれていると。その中で起きているんで、だから天といってもいろんな意味があるんで、もう万物あれば万天地ですから、そういう意味をここから読み取らねばならない。今は東宮の天をなす。会うものと必然的に来るものと、それに、遭遇するもの、それによって変化を受けるもの、それは現在において起きますよと。この現在のことをここで天と言っていると。で塞がるものは通に待たざるあたわずと。通に待たなければ単なるパノラマですよね。自然界がパノラマになってしまうと。もう大自然が道塞がっている。しかしそれは時間の変化がなければ
単なるパノラマになってしまうので、通に待たざるあたわず、通ずるものは即に偶せざるあたわず。で、時間の方はこう自然界を放っといて勝手に変化しても何にも分かりません。だから自然界を変化させないわけにはいかない。そうでないと時間を我々が認識することができないですね。変化があるということは、その時間現象があるということ、それは時間が通じているということです。塞がるものは意してジュース、ゆえに通ずるものは当たれて移る。で、この意をどう訳していいかちょっと分かりません。塞がるものは意してジュース。で、これはよく私は川を例に挙げるんですけども、川の流れが時間であれば、その両岸の岸ですね、両岸っていうのは動かないわけです。そういうものが意してジュースと、そこにおると、故に通ずるものは当たりて移ると、通ずるものは進めて引き、これは時間のことですね、故に塞がるものは置いて従うと、置いて従う。ちょっと川の例えとちょっと川の例えが、この行に関してはちょっと不適切ですけれども、この塞がるもの、時間の変化がなければパノラマに過ぎない自然界が、自然界はそこにジュースと、ジュース、故に通ずるものはそれに当たりて移る。当たることによってこの自然界が変化するんですよね。で、通ずるものは進めて引き寄せ、今日は明日にす、それから今日は明日にし、明日は明後日にし、去年は今年になりました、今年は 来年になります。通ずるものが進めて引き寄せている。故に塞がるものは置いて従うと、その時間を追いかけてというのは、これは比喩的表現ですけども、塞がるものは昼夜の入れ替わり、それから一年一年年が経っていくと、そういうものが時間を追っかけて従っているということです。ここをもって塞がるものは直ちに通ずると。だから時間がなければ壮大なパノラマに過ぎない大自然はもうわずかの隙間もなく通じる、変化する。で、通ずるものは直ちに塞がる。だから一足中に十位あり、一通中に卒十ありと。だからもう一瞬たりともとどまらないと、いうことですね。で、一瞬たりともとどまらずに、次々に新しい現在に移っていく、次々に過去に送っていく、次々に未来に向かって進んでいく。一通中に卒中ありと、これは率いるものと率いられるものと。これは例えば世代交代を考えれば、この10というのは分かりますね。それから天体であれば何年とかこう数えられますよね。そういうのは従うものです。物が従い、時間が率いていると。物が住み、そしてそのものは時間の中を次々に移っていくと。間断なく移ると、わずかの隙間もないと。こういう動画24フレームで撮ってますけども、自然界は無限フレームですから、全く隙間がありません。従うものは生きたるあり、従うものは現在を迎えることによって、活性化するんですよね。老いていくのも生きたるありです。成長するのも老いるのも生きたるありです。率いるものは気欲あり、率いるものはその時間は過去化していくと。で、それで逆ですよと、物は未来化していくんですよと、時間は過去化していくんですよということで、こうベクトルが逆になっている、なっているんですよね。この辺も時間論として
このたった2行だけど1論文できそうです。木は雷をもって生し、これ生じと読まないのは生花で継いだからです。生花、雷と読むのは往来、往来で継いだからですね。だから言語には言語独特の読みがあるので、その読みが頭に入っていれば、あの木は来たるをもって生じ、欲をもって勝つと読んでも一向構わないです。対を頭に常に、置いておくというのが大事ですね。木は来たるをもって生じると、そうですよね。木が昨日に化しているとかいうことはないんで、常に現在に来て現在に到来して発生する、活性化する。で、もう次の瞬間には化していく、そういうことですよね。もう昨日はもう決して戻りません、そういうことですね。周期のあるものはまた、あの例えば天体とか一回転するんですけれども、まあ、一回転分、あの、まあ、天体ですからやっぱ変化してるんですよね。老化する星もあるでしょうし、誕生する星もあるでしょうけども、全く変わらないということはないと。まあ、あの寿命が非常に長いという点は確かですけどね。即帰来たるをもって常に活するは真の稲荷と、即帰ですからこれ空間ですね。道塞がる木が来たるをもって常に活するは真の稲荷、活性化する真というものがあるんだと。活動の主体を真と言います。芯がある。鳥が飛ぶにしても飛ぼうと思って飛んでるんで、それは芯なんですよね。鳥の芯である。鶏が鳴くのもそれはその鶏の芯なんですよね。全部この芯の意で、物事が起きていると。まあ眠る時もそうですね。眠りたいと思って眠いと思って眠る、それも芯の意です。朝目が覚めるのも真の意です。で、通気、これは通じる時間です。通じる気だから時間ですね。欲を持って常に通ずるは、この欲というのはここでもう往来ですからね。これ往すを持ってとはさすがに読まなかったですけど、往来です。常に通ずるは天の聖なりと。通気、欲をもって常に通ずるは天の聖なり、ここで真意天聖だから、ここはあのずっとこう来るとここのことですね。真意天聖だから、こっち、これが天聖の領域です。だから天札のこちらが活部ですね。真意天聖、真意天聖、真意天聖、こちらが活部、こちらが立部かな。こういうところに対応していますね。真の意と天の聖と、真の意天の聖、こういうところから少しずつ読み解いていくしか ありません。で、来たる者はよく去る、来たる者は去ることができると、行く者はよく従す。この行く者はよく従すというのは、来たる者は去るんですよね。で、到来した時間が現在になって、もう一瞬にして過去になっていく、それの連続です。で、行くものはよく従すと、過去化したものって時間の彼方に消えていったのではないんですよ。ものの変化の総合として、ものの、ものに変化の痕跡として残ってるんですよ。そのことを言っているんです。例えば化石とかありますけど、まあ3億年前の化石とかいうもの、行くものはよく従す、そこにおるでしょう。
まあ、たまたまそれ残っているから見つけられたんですけど、ありとあらゆるものが何らかの形で姿を変えてそこにおるんですよ。だから消え去ることはないんですよね。行くものはよく住す、よく住む、この辺はバイエン先生が先祖のお墓を一箇所に集めて、まあ、三浦家秋の梅園家のすぐ近く、ちょっと高い丘のところにお墓があるんですけども、ご先祖ですから行った方々です。そこにジュース、よくジュースおられるんですよ。だから三浦梅園は自分自身が他界する2日前まで墓参を欠かさなかった。そこにいるからです。死んだとか思っていませんよ。姿を変えてそこにいるんですよ。それだけです。そこがわからないとね、日本人の死生観がわかりませんからね。西洋人の死生観で死んでしまったらもう死体はただのものだみたいな、そんな発想、貧相な発想は日本人にはありません。昨今の日本人はなんかそんな感じになってますけど、それはちょっと考え直さないとですね、ちょっと戦後アメリカ民主主義に毒されすぎましたので、ちょっと日本の古来の精神文化を取り戻さないといけません。やっぱり2000年以上、あるいは、まあ、縄文時代がね1万2000年あったと言われてますけど、それぐらい長い時間をもって醸成された精神文化ですからね、たかが数十年で忘れちゃいけません。忘れさせようとしている人たちはいますけどもね、まあ一回のこういう記録にというか、まあ動画については、まあ、あまり長くはしたくないので、まあ、ここまで行きましょうかね。まあ、ここまで行ってまたここから始めます。往々の間は際限なく広い宇宙、大自然の空間、大自然が存在する空間ですね。往々の間は往住せざりなし、どんなに遠いところであってもね、我々が住んでいる我々の足元であっても、行き住みで来たり去る、そうでないものはないと。たとえ素粒子1個でもね、過去に残るということはないんです。素粒子1個でも未来に置いているということはないんです。全部来るんです。全部来て全部そこにいる。そして、時間の中を変化していくんですよね。だから全空間の中にないものはないと。これを10万の原理といった西洋の思想家がいました。誰だったかは覚えていませんけど、充満しているんですよ。それが全部変化していると、まあ、行くものは来たりにあたりと云々というのは次回、この後また解説します。